村に汚れ来たれし、みそぎ払いて迎えん。この話は内密にされていた。正直、毎日朝が来るのが怖い。一日一日乗り越えることだけで精一杯だ。我々は未知の惑星に不時着した。また格上げされる奴が増え、我々の部隊に加わることになる。君にいろいろ面倒を見てほしい。どうして、一体。あらかじめ DNA で決められた、決まっている。どう抗っても変わらない。これじゃ、一人寂しくしてたお前の思いがなんとなく分かったんだ。山神様も大馬場様も気まぐれなんだ。あまり深い意味はない。我々は一体何なんだ。どうした、お前まさか。やっぱりごめん。本当に大事なものは何なのか、立ち止まって考えてみるといい。